吉田さん、オリンピックですか、ホームシアターですか、いいじゃないですか。私はね、最近ね、あの未来少年コナンっていうねアニメを全部見たんですよ。これ YouTube でアップロードされてるんで全部見たんですけどね、いや、なんか幼い頃見てたつもりだったんですけども、一話たりとも覚えてなかったですね。本当にセリフのワンスフレーズを覚えてたぐらいで、ほとんど忘れてたんで、初めて見るアニメのように楽しむことができました。おそらくですね、今40代50代を生きている方も、昔見たアニメってなんとなく見たよって印象はあるけども、内容とかね、キャラクターとか、クライマックスとか、結末とか分かんないんじゃないですかね。ということでね、昔のドラマは実はこうだったみたいなね、そんなシリーズを喋ってもいいのかなと思うんですよ。まさに使い古されたコンテンツをもう一回ね、蘇らせる、このミイラコンテンツですね。ゾンビか、どっちだ、不死鳥コンテンツですね。最近ね、手塚治虫専門チャンネルってのもできて、手塚治虫大全集を一つずつ紹介してる、そういうチャンネルなんですよ。まあ、火の鳥とかね、ドロロとかね、ブラックジャックとかね、でその背景とか、その頃手塚治虫先生がどうだったのかってことまでリサーチして喋ってるんですよ。で、聞いてみると、手塚治虫専門の書店ってのがなんかあるらしいですね。いや、すごいですね、どこまで使い倒すねみたいな。マイケル・ジャックソンもそうなんですけども、お亡くなりになったのに新作が出続けるというね。あとはこう、実はこうだったとか裏話とか、落とした原稿が復活してまた出てくるとか、録音されなかった曲がまた出てくってきてね、新しくデビューするとか、リリースされるとかね、すごいっすね、うん、で、確かにネットビジネス固定費を上げようと思ったら上げれるんですけども、ただ、なんですかね、まあそこそこね、それこそ1億円ぐらいだったら路上でもう OK でしょ。 iPhone と路上でね、あと喋るだけなんで他なんかいりますかね、まあそんなとこだと思うんですよね。あとはどんな内容だと売り上げにつながるのかとか、どんな内容だったら誰かの助けになるのか、誰かの役に立てるのかってことは、こういろいろやりながらこう見つけていけると思うんですよ。あれはダメだった、これはダメだった、これは結構いけるかもしれないみたいな感じでどんどん拡張していくとかね。いや、こうやってね、なんか億万長者合宿シリーズやり取りしてますけども、この間にいくら売り上げ上げたか、本当ね、すごいですね。本当に私も思いますけども、セールスなんて一個も出てないのに売り上げ上がるわけですよ。だからこのそのやり取りの内容というか、まあ、やっぱ続けてるからだと思うんですけどね。とてもじゃないけど全話見てる人っていないと思うんですよ。限られた数十話とか限られた数百話を見て、そしてあ、これはみたいな感じになると思うんですよね。だからどこにどうきっかけを与えてるかっていうのは、まあ、全話きっかけには違いないんですけども、誰にどこが響くかっていうのはまた違いますからね。まあ要するに数やれってことだと思うんですけどね。